ルフィが去ったコロシアムではなおも戦いが続いていた。レベッカとキャベンディッシュが出場した D ブロックは予想外の展開となる。キャベンディッシュのうちに眠る殺人鬼の別人格白馬が突如覚醒し、レベッカ以外の出場者を一掃。その後キャベンディッシュ自身は眠りに落ちたため失格。ただ一人立ち上がったレベッカが決勝進出するという大番狂わせが起きた。決勝に勝ち進んだのはサボ扮するルーシー、レベッカ、バルトロメオ、バージェス、そしてドン・キホーテファミリーからディアマンテの5名。アリーナに決勝戦開始のゴングが鳴り響く。一方予選で敗退した選手たちは揃って行方をくらましていた。彼らは皆ドン・キホーテファミリー幹部の能力者によりおもちゃに変えられ、ファミリーのために働かされていたのだ。おもちゃにされた人間は他人の記憶から消えてしまうため、その事実に気づく者はいない。打倒ドフラミンゴを誓うおもちゃの兵隊はこのおもちゃ化を解除することが勝利の鍵だと考え、ウソップ、ロビン、フランキーに協力を要請。作戦は見事成功し、おもちゃの兵隊自身も人間の姿に戻る。彼の正体は元ドレスローザ軍隊長キュロス、レベッカの実の父親であった。ウソップたちから連絡を受けたルフィはこの国で起きていた悲劇の全容、そしておもちゃの兵隊の正体を知る。その頃決勝戦が行われているコロシアムはおもちゃが突如人間に戻ったために大混乱に陥っていた。行こう、自由な海へ。まずい状況だ。おもちゃ化が解除されたってのか。こりゃたまげた。思い出した。うん、私にはお父様がいたの。何言ってんだおめえ。それがどうやらこの国のからくりだったようだな、レベッカ。ひとまず試合にケリをつけよう。物には必ず核がある。竜双剣、竜の息吹。何を。メラメラの実もらっていいよな。お、メラメラを食いやがって。エース、もらうぞお前の技。引けるどうにか出られても街は大混乱だな。あれは殺し屋から海賊が出てきたぞ。逃すな。優勝剣、優勝剣。
沈めろ。こいつらを片付けるぞ。ファルトロメオスケだ。久しぶりね、サボ。いろいろ話したいけど今は無理そうだ。俺は幹部との手前でもう打つたものだ。見せてやる。戦力としては数えるな。危なかった。助かったぜ。ドルフィは王宮にいるそうよ。急いで合流しましょう。物には必ず核がある。竜の息吹やっほっやっほっ竜双剣竜の息吹。人間に戻った。俺たちは自由だ。誰の言いなりにもならねえぞ。海賊たちが暴れ始めた。このままで町の人たちが危険ね。蹴りをつけよう。物には必ず核がある。竜の息吹。あいつがメラメラの身を食い上げたのか。日頃じゃねえ。俺が食うとメラメラの身を。あの男お前を倒す。王宮に行く前にあいつらを倒しとくか。優勝権。物には必ず核がある。竜の息吹。俺たちの邪魔するんじゃねえぜ。竜の鍵締め。竜の鍵締め。竜双剣。俺らを解放してくれた英雄か。頼む、仲間にしてくれ。見せてやる。勝負だ。物には必ず核がある。竜の息吹。蹴りをつけよう。ユウソウケン。革命軍はこの国に何の用だ。しかもメラメラの身まで食いやがって。あれはあいつの形見だ。誰にも渡さねえよ。解放したのはあいつら。必ず核がある。さっさと捕らえろ。まずいぞ、囲まれた。お前ら、逃げた海賊どもを捕まえとけよ。お前を倒す。囲まれると厄介。急ぎましょう。この戦場で活躍すれば僕の人気も。見せてやる。もっとフラミンゴを倒して人気を得る気だろう。抜け駆けは許さないぞ。君たちも王宮へ行くのか。ここ手を組んだ方が良さそうだ。人には必ず核がある。お前の兄弟、海軍に引き渡される前に言ったセリフを聞きてえか。黙ってろ。お前がエースを語るな。あ
メラの力を奪ってやりたかったが。おっと、高級でルフィたちと合流する。急ぐぞ。おっと、これは、おっと、おっと、空想剣、おっと、おっ、いや、ほっ、いや、空想剣、龍の息吹、ほっ、いや、ほっ、蹴りをつけよう。いや、ほっ、物には必ず核がある。龍の息吹、危険、ほっ、いや、ほっ、ほっ、いや、ほっ、いや、ほっ、いや、ほっ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 、ほ、助けてくれ。見せてやる。あんたたちといりゃ安全だ。一緒に連れてってくれ。通じた。でお相手しやす。ここは俺一人に任せてくれ。みんなは先を急げ。物には必ず核がある。麦わらの一味、よりそれを手助けする戦士たち、それらに危害は加えさせない。優勝剣、竜の息吹、こりゃまずい。なんとかしやせんと。引きつけられる。空中に逃れればしのげるか。使わせていただきやすよ。いまいましき海賊たちの残した戦いの残骸。地獄を見せやしょう。物には必ず核がある。海賊の援護は革命軍の仕事ですかい。そうだとも。革命軍として彼らを守る。いや、間違えた。兄としてだ。海軍はこの国じゃヒーローになれねえんですよ。あっしはあんたに阻まれただけだ。まるで博打だな。真のドレスローザを取り戻しに来た。トラオ、麦わらや。石のやつ。ピーカ、
想像以上にしてやられたな。ミンゴが生きてる。これはまずい事態だ。鳥かごを使わざるを得ない。始まった。鳥かごだ。この国の真実が漏れる前に、今この島にいる奴らを皆殺しにするつもりだ。王宮だけどっかに行くぞ。ピーグ、石なら地形でさえ変えられる。王宮、待て。よし、